お前がシャンリンだな。ごめんなさい、デュラフさん。私が全部悪いの。お前がしたことは全部聞いた。ここに来たからには俺たちの食用肉を広めてくれないか。え、突然ですまない。詳しく説明する。清泉町の肉は高品質で有名だが、その名がモンドだけにとどまるのはもったいないと思っているんだ。そんな時、ちょうどシャンリンシェフがモンドに来たと耳にしてな。呼んでこいとエレンに言っておいたんだ。シェフ？聞いたことないか？リーウェコーで庶民向けの料理を出すことで有名な万民堂、そこのシェフがシャンリンなんだ。食材に対して独特の解釈を持っていて、その料理はリーウェの人々に愛されている。観光客の間でも評判がいいんだ。褒めすぎだよ。私はただ安くて美味しい料理を作りたいだけだから。シャンリンのような一流シェフが一流の肉を使って一流の料理を作れば、この清泉町の肉も広く知れ渡るだろう。でもそのお願いは叶えられそうにないかも。私、美味しい料理を作ることだけ考えてきたから、食材が限定されてたり洗練したりするのは苦手で。ここの肉はお前の使いたい食材なんだろう。何の問題もないと思うが。ううん、違う、全然違うよ。例えば料理にスライムの液体を入れたいって私が言ったら同意してくれる？それはもう少し普通の食材ではダメなのか。食材に普通も何もないよ。調理法さえ合っていればどんな食材でも美味しい料理になるんだから。食材によってインスピレーションが制限されるのは私の心情に欠けるの。だってそんなのつまらない料理しかできないもん。はあ、決心が固いようだな。この話は諦めよう。しかし本当に残念だ。別に断らなくてもよかったんじゃないか。オイラたちは謝りに来たんだろう。確かに謝りに来たけど、それと料理は別だから。ん？これいい匂い。あの、この料理食べてみてもいいかな。ごめんなさい、予約でいっぱいでね。今からだと食べれるのは7日後になるけど大丈夫かしら。大人気だな。きっと美味しいに違いない。そうだな、なんでドラフはシャンリンに依頼したんだ。多分リーウェコーのような商業の中心地と比べてモンドの味は万人受けじゃないとでも思ってるんでしょうね。でも私はそうは思わない。私の肉料理は誰にも負けないわ。ねえ、特別に食べさせてよ。何かアドバイスできるかもしれない。みんな美味しいしか言わないのよ。だからあんただって。待って、まさかあんたがシャンリン？うん、そうだよ。そう、あんたがね。じゃあ、あんたも肉料理が得意なわけだ。実は、今日一番のお肉をまだ取ってあるの。あんたならどう調理する？肉の質と脂肪量で変わってくるけど、このお肉なら岩焼きにして、海塩、絶雲の唐辛子、精神の花を合わせるかな。精神の花だって？でも熱い油と一緒にしたら香りが数倍にも膨れ上がって肉本来の香りが台無しになるわよ。うん、知ってるよ。でもこの精神の花は香料ではなく付け合わせにするの。試したことがあるんだ。火加減をうまく調節すれば精神の花の花びらは苦味が取れてすっきりとした味わいになるの。そこに標高の高い山で採れた
絶雲の唐辛子を合わせると低い湿度と高い温度が相まって独特の風味が生まれる。海塩のしょっぱさ、唐辛子の辛さ、肉のジューシーな香りが全て花びらに集まって、噛むたびに植物の爽やかさを感じられるんだ。ごちゃ混ぜになって味がまとまらなくなりそうだけど、焼肉の主役はお肉よ。肉の香りを損なったら本末転倒だわ。うわあ、喧嘩は良くない、ダメだって。そうなら料理のことは料理で解決するしかないよね。料理対決を申し込むよ。受けて立つわ。私が勝てばドゥラフさんの見る目がなかったことも証明できる。じゃあこうしよう。もし私が勝ったら、その勝った料理を清泉町の宣伝に使っていい。ええ、なら私が勝ったら私の料理を万民堂のメニューに入れてもらうわよ。清泉町のお肉専門シェフ、ブロックの一品って言葉も入れてもらうわ。問題ない、約束するよ。じゃあ食材を探してくる。おい待てよ、追いかけるしかないな。